こんにちは、あるいはこんばんは、ちびたです。秘書のちびこです。本日は自給自足の街の続きですね。都市街との道路接続を切断することで都市外からの貨物の輸入を制限し、都市内生産だけで成り立つ街づくりを行っています。前回は都市外からの輸入口となる駅前エリア、入間と食料生産エリア、食野を作りましたが、入間で火災が発生し、焼け野原となってしまったところでしたね。入間の復興から行わなければいけませんが、幸い公共施設は無事なので、全焼した店舗は市民の力で頑張って復興してもらいます。とりあえず瓦礫の撤去だけは市政でお手伝いしておきましょう。わかりましたー。市民が頑張っている間に、街の開拓も進めましょう。何から取り掛かりますか？前回、風力発電で都市の電力を賄おうとタービンを設置したのですが、やはり電力不足感が否めません。最初の建てた3つでは足りず、追加のタービンも建てましたが、やはりそれでも足りませんか？なるべく燃料が必要ない発電方法を選びたいので、今回は川にダムを作り、水力発電所を作ってみようと思います。水力発電所は前シリーズでも作ったことがないので初めてですね。ちょっと勝手がわからないので心配ですが、とりあえずやってみましょう。作る場所は入間から向かって島の奥、この辺りの川にダムを作ることにします。わかりましたー。ダムはある程度高さがないと発電効率が悪くなってしまうようですよ。この川の最上流がちょうど谷みたいな形になっているので、ここをダムにしましょう。両岸の高さを合わせるところからやっていきます。高さを合わせるために整地をするわけですが、自然な雰囲気で作るのって難しいですよね。標高均一かツールで平坦な地を作るのは簡単ですが、これだけだと人工物の雰囲気になってしまいます。地形平滑かツールは斜面をきれいにしてくれますが、これも滑らかすぎてあまり山っぽさがありません。山あいを表現するには斜面ツールを使うといいみたいですよ。ブラシの範囲内でちょうど中間の高さの平面を作ってくれるみたいです。ブラシの強さも弱めにするのがポイントのようです。ふむふむ。10% はさすがに弱すぎたか。平滑かツールもブラシの強さを弱めにしておけば滑らかにしすぎないので使いやすいですね。最近、シティーズ2の公式 YouTube でこの辺りの解説動画が出ていたので参考にするといいかもしれません。他にもトンネルの掘り方とか水路の引き方とかもありましたね。ダムを渡して完成です。なかなか悪くない見た目ですね。ダムの上は道路になっているので橋の代わりにもなるようです。いくつかダムを作ってダムの段々畑みたいにしてみますか。市長、資金が足りません。なんですと、作る気満々で整地までしたのに。仕方がないので工事は一旦中止ですね。こうしてここも中止したダム事業の一つとして数えられるわけですね。にいじゃダメなんですか？惜しいけどちょっと違いますね、それは。とりあえずダムまでの道を引いて使えるようにはしておきましょう。水力発電所は高圧線しかないので変電所を忘れずに作ってくださいね。後でやっておきます。さて、入間は無事復興したでしょうか？問題なく建物が立ち並んでいますね。駅前通りに並ぶ店構えも少し変わったようです。おお、車を売っているお店がありますね。そういえばこの街って全然車が走っていないですね。確かに、バスとかトラックとかのサービス車両しか走っていないですね。市民はこの街に引っ越してくるときは電車でやってくるので、車を持っていないのでしょうか？引っ越しの際の家具の搬入とかをどうやっているかは気になりますが、手ぶらみ一つでの引っ越しなのかもしれません。ある意味これが究極の渋滞対策かもしれませんよ。車を売る店ができたので、そのうち市民も車を使い出すのでは？そこまで細かくシミュレーションしているかはわかりませんが。まあ現状だと車の製造を行うための生産ラインが整っていないので、売るための車を仕入れられなくなってお店潰れちゃいますね。確かに。ちなみに車両を作るためには金属とプラスチックが必要で、材料それぞれを生産するのにも鉱石や原油、岩などが必要です。遠い道のりですな。早く生産ラインが整うように産業特化エリアの整備を進めることにしましょう。わかりましたー。
次は何の産業特化エリアを作りますか？鉱石と石油はまだ開放されていないので、先に林業と採石のエリアを作ろうかなと思います。なるほど。でも採石場って山あいにあるイメージですよね。このマップには山と言えるほどの山はありませんよ。山がなければ山を作ればいいじゃない。マリーアントワネット構文ですか？川の反対側の林木が広がっており、油脈も交渉もないこの辺りに山を作ります。貴重な天然資源の油脈と交渉を潰すのはもったいないですからね。まあ木は植林すればいくらでも増やせるので、そこまで場所は問わないですね。木を切った分植林すれば実質損失ゼロ。これぞカーボンニュートラル。木は育つのに時間がかかるので、そこは計画的にですよ。では山から作っていきましょう。標高300メートルくらいの山をイメージしていますが、標高って確認する方法ないんでしたっけ？何かで確認できた気がするのですが思い出せないですね。後で道路ツールの勾配を元に計算したところ、この山は370メートルくらいの標高らしいです。おお、なんとなくで作りましたが、イメージ通りの高さになりましたね。ちなみに標高300メートルに意味はあるのですか？採石場でググった時に一番最初に出てきた、鋸南町元名採石場跡地の近くにあるノコギリ山の標高が330メートルですね。ノコギリ山はこんなに尖った山ではありませんが、まあそこは良いとしましょう。はい、山完成です。ちょっと山肌が目立ちますが、後で木を植えて山肌が見えないようにしましょう。そうですね。このエリアに道をつなげていきます。ちょっと入間から離れているので、鉄道もつなげておきましょう。鉄道には橋はないのですね。道路にはあるんですがね、電車にも吊り橋とか欲しかったです。高速道路は吊り橋にしましょう。そして特に意味はないですが、山の中をトンネルで突っ切るようにします。本当に意味はないですね。なんかトンネルってかっこいいじゃないですか。トンネルを掘るために、作った山を崩していきます。崩しちゃうんですか？トンネルが通る道を作るためには、一旦通り道だけ平坦ツールで崩す必要があります。無事開通。開通したら今度は崩したところを戻していきます。これで元通りでしょうか？あとは高速道路と下道のインターチェンジを作っていきます。今回はどんなインターチェンジにするのですか？今回は公式 YouTube で紹介されていた一番簡単なやつにしようかなと。下道が双方向道路にしたのと、交通量もそれほど多くならないでしょうから、これで十分でしょう。最後に合流車線用に広げた道を3車線に戻して完成です。まあこんなもんでしょう。せっかくここまで線路を引いたので、貨物駅も置きましょう。今後は各産業特化エリアに貨物駅を置くようにしましょうかね。もちろん乗客用の駅も置きます。あとは道路を引いていき、採石場と伐採場を設定すれば完成です。木と石を採集する場所、石林の完成です。市長、市の財政がヤバいです。げげ、全然お金がないじゃないか。交通サービスにお金がかかりすぎているようです。ぐぬぬ、一旦貨物駅はサービスを停止してやり過ごしましょう。税率も少し上げて、破綻しないようにします。あ、石林は林業が中心なので火災監視塔を建てた方がいいんじゃないですか？確かに、木がいっぱいですからね。資金が尽きかけているのが気になりますが、建てちゃいます。といったところで、本日はここまでとしましょう。次回は石炭石油、鉱石の産業特区エリアを作りたいと思います。資金問題は大丈夫ですか？まあなんとかなるでしょう。よかったら高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。